その様子じゃ柏木に泣くまで怒られたって感じやな。島野のおじき、聞いたで。踊れの子分に手合いとるようやの錦山。せっかく風間のおやさんにいろいろと便宜を図ってもらったってのに、俺が不甲斐ないせいで。やっぱりわしが思ってた通りや。風間っちゅう男もえげつないことをやりよるの。どういうことです？本気でお前を大事に育てる気やろうや。やったらそんな連中選ぶはずないやろ。まあ嫌な思い散々させてお前が値上げるのを待っとるんやろな。そんな。これだけは覚えとけ。風間はな、桐生に組を持たせたいだけや。桐生のやったことは絶対許されへん。せやけどな、皮肉なもんやが桐生の評判はすこぶれえで。まあ大物やったちゅうのはそれなりの貫禄がつくもんや。シャバに出た時はもうお前には手の届かんところにおるやろな。親殺しの外道でも貫禄さえつきゃそれなりに上になれるんがわしらの世界や。ひょっとすると目障りなくらいでかい組こしらえるかもしれん。でも柏木さんは桐生が出てきたら俺の組で面倒見てやれって。どやこ、目覚ませ。面倒見られんのはお前の方や。まあでもそん時は桐生もやりづらいやろうからの。お前の扱いには困るはずや。人も殺せんガキが無理しても先はあらへん。カタギにでもなれや。おい、キリュウ。こいつを見てくれ。これは？今朝東京湾に上がった女の水死体だ。この入れ墨。死因は頭部挫傷及び出血多量によるショック死。死体はコンクリートの重しをつけられて沈んでいた。かなりの拷問を受けている。水木なのか。何とも言えんが、ただこの入れ墨、水木の入れてた模様と一緒なんじゃないのか。これは。どうした？この辺りよく見てくれ。小さく歌って文字が見えないか。ああ。こいつは二代目歌堀の仕事だ。この堀氏は必ずどこかに自分の銘を入れるんだ。じゃあこの死体の入れ墨もその堀氏が？ああ、俺の背中も掘ってくれた。千両通りとピンク通りの間の龍神会館にいるはずだ。写真の女が水木なら遥には酷だ。あいつには伏せておく。ああ。ちょっと出てくる。いってらっしゃい。伊達さん。おお。おい、そこのお前。お久しぶりです。
おお、桐生か。はい、先日出所してまいりました。で、世良の葬式であの大暴れか。どうした、墨でも入れ直しに来たのか。いえ。この文様は月下美人だな。一年に一晩しか咲かねって花だ。実はこの入れ墨、俺が掘ったって言いてえのか。確かにこれは俺の文様だが、最近は真似するやつも多い。俺は掘った入れ墨は全部覚えてるんだ。こいつは俺じゃねえよ。そうですか。もしもし。おお、お前か。ああ、いるぜ。錦山からだ。え？桐生だ。久しぶりだ、兄弟。どうして俺がここにいると。情報ってのは権力の大きいところに集まるもんだ。今の俺は欲しいと思った情報は大概手に入る。水木の死体はもう見たか。なんだと。お前と差しで話がしたい。明日夜の10時セレナで会おう。桐生、背中の竜に色入れ直してやる。弱っちい竜じゃ今の錦山には勝てねえぜ。もう十何年も前か。お前は竜を、そして錦山は鯉を背中に入れた。入れ墨ってのは背負ってるそいつ自身が光らせるもんでな。今錦山の背中はすげえ色に輝いてるはずだ。これでやっとあいつはお前と対等に張り合える。俺と。黄河を泳ぐ鯉は山脈を経てやがて竜門に入る。竜門を登り切った鯉は竜に生まれ変わるんだ。やつは竜門を登り切ろうとしている。最後に竜になるためにはお前という相手が必要なのかもしれねえな。錦山がここに。ああ、遥かは東城会に狙われてる。連れ出さねえとまずいぞ。西の河原が一番安全だろう。あそこか。まあ確かにそうだろうが。行かないよ私。どうしたの遥ちゃん。おじさん、さっきお母さんのこと調べに行ってたんでしょ。なのになんで連れて行ってくれないの。私、お母さんに会いたいの。ここに遊びに来たんじゃないの。おい、はるか。このペンダントでしょ。このペンダントがみんな欲しいんでしょ。私なんてどうだっていいんでしょ。おじさんだってきっと100億円欲しいから私と。すまん。お母さんのこと教えてよ。何か知ってるんでしょ。ねえ、教えてよ。なんとか言いなさいよ。はるか、キリュウはな、お前のお母さんが。うるせえ、言うな。はるか、今は俺を信じてくれ。それしか言えない。私だって信じたい。でも私にはお母さんしかいないの。おじさんが勝手にするって言うなら私もそうする。さよなら。はるかちゃん。はるか。you
聞き込みで遥の足取りを追うんだ。登場会より先に抑えねえとやばい。おい、あ、キリュウさん、やっぱりご無事だったんですね。よかった。あれ？でもさっき例のお嬢ちゃん見かけたんですけどね。何？本当か？あ、はい。すぐそこのゲームセンターに入っていきましたよ。でもなんか様子が変だったな。どんな感じだった？ええ、なんか妙に寂しそうっていうか、うつむいたまま歩いてたんで声かけられなかったんですよ。そうか。あいつはまだ店にいるのか？いや、ちょっとそこまでは。でも店の客に聞けばわかると思いますよ。わかった、ありがとう。なんか酔っ払った怪しい男がおす。へえ、どこで？七福通りの駐車場のところ。超ヤバそうな感じ。おい、酒持ってこい。おい、小さな女の子を見なかった？うるせえ、酒だ、酒持ってこい。おい、女の子を見なかったか？どうなんだ。すいません、さっきまでここにいたんですが、スーツの男がさらっていきました。どこに行った？どこかの公園とか携帯で話してました。すみません。はるかはどこだ？キリュウさんに。伊達刑事ですね。こちらもお迎えする準備が整ったところです。ご案内いたします。ここはスターダストじゃないか？どういうことだ？お入りになればわかりますよ。お待ちしてました、キリュウさん。ハルカは無事なんだろうな。ハルカ！クソ！カズキたちはどうした？別室です。縛るくらいはしていますが、無事ですよ。何者だ、お前ら！それはやめておきましょう。お互いのためです。それより、お嬢さんが持っていたはずのペンダントは？お渡し願います。渡せばハルカを返すんだな？もちろんです。ストップ。そこで止まってください。ペンダントをこちらに投げてください。ハルカ、すまない。伊達さん、無事か？いや、ハルカが。クソ、浅井が腕を撃たれた。
お前らどこの組織のもんだ。極道じゃねえな。なんでペンダントのことを知ってる。おい答えろ。俺たちは人ハルカ、大丈夫か。出血の割には傷は浅い。大丈夫だ、心配ないだろう。おじさん、助けに来てくれたんだね。ああ、ごめんね、私が勝手なことばかりするから。ハルカ、俺もお前に謝らなきゃいけないことがあるんだ。ちゃんと聞いてくれるか。うん。瑞希、お前のお母さんな、もう死んでいたんだ。すまない、俺は助けることができなかった。ごめん、ごめんな、ハルカ。キリュウさん。撃たれた男の胸にこのバッジがついていた。俺はこの線から少し探ってみることにする。ああ、頼む。すまない、こんな騒動に巻き込んじまって。何言ってんすか、そんなことを言わないでください。そうですよ、俺らの方こそ銃向けられたっきり何もできませんでした。すみません。おう、このお嬢ちゃんが噂の子か。ああ。嫌われちまったかな。なあ、この子をしばらくかくまってほしいんだが。分かったよ。でもあんたに頼まれ事するのも妙な気分だな。ああ、俺もだ。ここを好きに使うといい。まあ外見はちょいとあれだが。花屋、恩に着る。ありがとう。まあいいって、ここならヤクザも警察も攻めては来ねえ。安心していいぜ。キリュウ、俺は一度署に戻る。明日は錦山と会うんだ。今日はもう休め。ああ、そうさせてもらうよ。伊達さん。須藤。ここは世良の殺害現場です。四課の伊達さんが何か。そうだな、邪魔したな。10年前のあなたは私にとって目標だった。的確な捜査、周到な計画、そして事件への執着心、どれをとっても刑事として一流だった。それが今あなたの行動が理解できません。何が言いたい。私はあなたとあなたの協力者を監視しています。これは忠告ですよ先輩。須藤、お前に真実は捕まえられしない。キリュウ、まだ錦山と会うまでは時間がある。ハルカだが、ハルカは傷は浅い。それにあの子にとっちゃ弾の遊びの方がいい薬になるさ。俺はここで待ってるから行ってやってくれ。分かった、傷は大丈夫だ。キリュウさん、お暇なんですか。まあな。じゃあ面白い場所がありますぜ。中道通りと太平通りのぶつかる場所に宝くじ売り場があるんですわ。宝くじじゃ気晴らしにならねえな。いやいや、
話はこれからです。そこの売り場の女に話しかけてみてください。もっと楽しい場所に案内してくれますぜ。カムロ町。あら、お兄さん何か聞きたそうな。ああ、あいつから来た。入場するには10万円分の掛け札を先に買ってもらう。はい、じゃあ10万円分の掛け札1000点ね。いってらっしゃい。いらっしゃいませ。勝負、国の藩。お客さん、小連れかい？社会勉強さ。迷惑か？別に。ただここには子供料金なんてありませんぜ。入ります。さあ、はったはった。じゃあ一斉のいい子だ。じゃあ、入ります。さあ、はったはった。そうじゃね。これは、はん。長藩駒揃いました。勝負、与一の藩。やるね。ちょっと中座させていただきます。すぐ戻りますんで。楽勝だね、おじさん。なんか私才能あるかも。そうだな。私のおかげで勝ったんだからね。何かおごってよ。ああ。いや、お待たせしました。年のせいか小便が近いもんで。さあ、続いてまいりましょう。入ります。勝負。次はね、ハン。入ります。さあ、はったはった。ハンだろ。これはハン。長藩駒揃いました。勝負、二六の長。残念だったな。やっぱりダメか。お座りいただきましょうか、お客さん。あっ、うつだだだだ。気安く触るな。何しやがる。何やってんだ。邪魔すんじゃねえよ。邪魔したな。待ちやがれ。おじさん。おい、あれ。なんだおりゃ。ずいぶん変わったサイコロだな。イカ様じゃねえか。どうなってんだこれ。ふざけがって。おい、出てこい。イカ様だ。つまみだぜ。ちょっと待った。もう勘弁してくれ。さまあ、やらかした壺振りのけじめ。どこでも相場が決まってるもんだ。いや、でもそれは。お客人、大変失礼いたしました。
手前ここの仕切りをやらせていただいております。この壺振りは流れ物でして、どう知らぬこととはいえお詫びの言葉もございません。この落とし前はきっちりつけさせていただきますので。そんなこの後始末手前どもにお任せいただけませんでしょうか。もちろんただでとは申しません。俺たちも帰るとこだ。あとはあんたに任せるさ。ご理解いただきありがとうございます。今後ともごひいきに。そろそろ時間だ。はるかをサイの河原に預けに来い。キリュウ、そろそろ時間だ。ああ。10年前と今の錦山は別人だぜ。何仕掛けてくるかわからねえぞ。ああ、はるかを頼む。わかってる。10年ぶりの親友と飲んでくるよ。少し遅くなるかもしれない。うん、気をつけてね、おじさん。それにしても玲奈、お前なんでここに。これから錦が来るんだぞ。だからよ、あなたたち殺し合いでもするんじゃないかと思って。玲奈、錦、久しぶりだな、兄弟。レイナ、酒を。うん。10年ぶりだ、お前とこうして飲むのも。ああ。面会にも行かなくて悪かった。俺もいろいろ忙しくてな。そうだろうな。俺はどうしても100億を手に入れたい。お前が連れているガキとペンダントを渡せ。その前に答えろ。なぜ水木を殺した。殺す気はなかったんだ。ユミの妹を殺すつもりなんてな。あ、親父。何やってんだお前ら。すみません、この女結局口を割りませんでした。誰が殺せと言った。え、あ、お、親父。待ってください。ユミの妹なんだぞ。誰が殺せと言った。誰が言ったんだ。あとはきっちり片付けておきますから。10年間俺はユミの行方を追い続けた。ユミの妹がセレナで働いていると知り、俺はずっと彼女をマークしてたんだよ。いつかそこにユミが現れるんじゃないかってな。ハルカのこともそれで知ったのか。巡り合わせだよな。あの娘はひまわりにいたんだ。俺たちが育ったあの孤児院にな。水木はその後アレスを持ち、そして姿を消した。ひまわりにいた娘も。そして登場会の100億が抜かれる。だがな。それは。そうだ、ユミの指輪だよ。こいつが現場で見つかったんだ。ユミはいる。近くに。
必ずな。キリュウ、これは登場界の戦争だ。お前一人でどうなるもんでもない。悪いようにはしねえ。ペンダントを渡してくれ。あれはハルカにとって唯一残された母親とのつながりだ。お前らの戦争なんて関係ねえ。変わらねえな。だからユミもお前に惹かれたんだろう。みんなお前の味方をする。昔からな。お前、俺のことを憎んでいるのか。わからねえ。だが結局俺はお前を裏切った。風間の親父もな。もう後戻りはできねえ。まさか風間の親さんを撃ったのは。なあ、さすがにあん時手が震えた。やめてよ二人とも。なんでだ。おやっさんに世話になった恩はねえのか。まだくたばっちゃねえだろう。それに今はシンジも一緒だしな。おやっさん、着きました。お前、シンジを盗聴して。10年前のあの日から俺は誰も信じちゃいない。俺は俺のやり方で登場界のトップに立つ。どうしても水木の娘よこさねえならお前でも容赦はしない。好きにしろ。だが遥かを渡さねえ。お前の道具になんかさせやしねえ。今更だがお前とはもう一度一緒にやりたかった。だがもう今日限り兄弟じゃねえ。なんでこんなことになっちゃったの。なんで。親父、手はず通りで。なあ、やってくれ。はい。久しぶりです、キリュウのおじき。親父の命令です。恨まんでください。やれー！